皆さん、今は、平成24年4月の28日の23時42分です。今はみんなで家族で旅行に行きたいと思います。行き先は、行き先は愛知県の名古屋市です。夜の11時30分に家を出発して、今中央道を走っています。前の席では運転してる人がいて、そして後ろではムートンの上で寝てる人がいます。このようにリラックスしながら旅行に今向かっています。はい、今助手席では一生懸命愛知県のルルブを見ながらどこに行こうか研究中。そして明日の朝の食事は持ってきたので、明後日の朝は本場モーニングのどこに行こうかとか場所を決めてる最中です。そうです。そして後ろはこんな感じです。そしてベッドの上では寝てる人もいます。こんな感じで旅行は行き先を考えながら行くのが楽しいですね。そして私は運転しながら前を見ながらこんな感じで走ってます。こんな感じで撮ってます。